全部収まってスタートしました さあロマンシングブルーが後ろから運ぶ形先行争い6番のディバージオンがまず前に若干促して5番のショショローザも前に連れて上がっていった8番エグランタインですそして内4番シンシアリダーリン外9番のキミノナー・マリア間から3番のファジェスト行為を形成していきます最内には2番のマンクスホップ中段の内目を進んでいますさらにその後方からはフォーチュンコード後方から3投目ロマンシングブルー1番後ろ1番恋女房です1コーナーカーナカブし終えてこれから2コーナーです まずは芝に戻したショショローザ先手を奪ってリードは現在1馬身ですリバージオンが現在2番手の位置につけています3番手の位置エグランタインが追走4番手9番のキミノナーマリアそして5番手内4番のシンシアリダーリンその直後3番ファジェスがつけていますさらに左右手を通りましてその後方1馬審査2番のマンクスホップが続いてさあ各馬向こう上面へと入っていますその後方からはフォーチュンコードがいて7番ロマンシングブルーが後方から2投目一番後ろから吐く1番のコイ房という体勢です さあ先頭は5番のショショローザスタートしての 1000m は1分3秒を若干切るぐらい2番手の位置ですが5番のショショローザがつけております3番手の位置じわりとポジションを上げた君の名はマリア今3番手から2番手へと上がって3コーナーカーブしていきます残り800を通過さらにその後方集団ですがエグランタインが現在4番手5番手の位置4番のシンシア・リダーリンですかなり縦長になってきたサンバシン後方2番のマンクスホップは中段のまだ後ろそして後方からスパートを開始する10番のフォーチュンコードスパートを開始 前に接近さらに後ろにいたロマンシングブルーもスパートを開始しているさあ第4コーナーカーブ第4コーナーカーブから直線に向かうところで君の名はマリアが先頭に立ってババの二部どころ先頭そして23番手集団ずらっと広がっておりますがさあファジェスシンシアリダーリンさらに外から接近するエグランタインですさあババの真ん真ん中に持ち出していった君の名はマリアが先頭だ君の名はマリアが先頭だ後続を突き放すあと100そして23番手争い内から恋女房を単独2番手をかがっているが外きました そしてエグランタインロマンシングブルーなど先頭は君の名はマリア5人君の名はマリア勝ちました。